どうも、こんばんは、エノブです。今回は、東京グールリ、インボーク。メンテナンスが終わりまして、第22回かな、占領戦終了しました。勝ったのは人間側、今回僕、グール側だったんですけど、見事人間側ね、2連勝ぐらいかな、したんじゃないかなと思います。おめでとうございます。グール側の皆さん、本当にお疲れ様でした。本当に長かったですね、今回は。3週間、もう1年ぐらいやってたんじゃないか。まあ、それ冗談だけど、1年ぐらいやってたんじゃないかなっていうぐらい長かった。マジで。で、今回は今月発表されました新たなる力鈴谷十三ジョーカーですね。新たジョーカーを着た十三がフェスに登場するということで、ぜひともこいつは引いておきたい。そして、RE の十三、これで3体揃ったんで、プレミアムと、助走とこの十三、新た来た十三ね、3人並べてぜひともパーティー組んでいきたいですね。今回石が300個、なんかなぜかいつの間にか300個溜まってたんで、これを使ってね、サクッと1体ゲットして、促進剤も120-30ぐらいあったと思うんで、がっつりそれで強化していこうかなと思います。では行きましょう。待って、提供割合大丈夫だよね。一応見ておこうか。多分大丈夫。いつも 100% だからさ。 OK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 。 とりあえず1体は300を手に入る。あ、キャラの詳細見てなかった。キャラの詳細を見ていきましょう。いつものかっけえ なんかこれ、あ、見ててこんな感じだっけ。まあ、このビラビラがね、ついていると。まず、HP 低めですね。HP 低いな、おい。7982、攻撃力977、防御力、あ、防御力高えやん。防御力やっぱあれだね、新た来てる分だけ高えな。ね、攻撃力もまあ1000近くあるから、まあ普通ぐらいかな。HP が低いということで、こいつブレイクバーストダブルスマイナス、味方全体ですね。味方で攻撃力を2倍にする。まあ、有馬さんの 2.5 倍よりか低いけど、別にこれでも全然ぶっ壊れの域なんで、はい、有馬さん持ってない方、ぜひともね、引いていた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、こいつスキルも結構いい感じなんです。まあ、あとで見るんだけど、人属スキルはトリプル S マイナス 1.8 倍ですね。緑、草属性絶対殺すマン。で、アタックポイントが4アップで、こいつは10ですね、アタックポイント。武器耐久値がバカ高え、12あるわ。で、クリティカルアップダブル S プラス。からの流血を完全に防ぐ。あ、お前流血しなかったっけ自分で。セルフ流血しなかったっけ。スキル、これがね、なかなかいいんですね。2ターンなので自身の攻撃力を 2.5 倍にするが、同時に自身の防御力を0.5 倍にすると。で、敵前衛攻撃力14倍のダメージを与え、武器耐久値をマイナス7する。で、これね、すごいやりやすいんだよ。このいつもだったら、例えば攻撃力2倍3倍5倍6倍ぐらいの、例えば8連当てたり7連やったりするんで、まあ、なかなかね、武器耐久値それプラス削るってなると、7削るプラスその8連でね、8個武器耐久値が連撃の分削られたりするんですよね。なんで、まあ、なかなかちょっと使いにくい場面あったんですけど、こいつはもう単発ドカンと当てて、攻撃回数1回で、武器耐久値を7削るっていう、まあ、なかなか、はい、扱いやすいキャラクターなんじゃないでしょうか。クイーンキャ、新たジョーカー、効率よくいきますよ。レベル5でした。で、まあ、闘争はこんな感じで若干低めかな。まあ、広角ってこんな感じなのかな。あんま広角使わねえからわかんねえけど。闘争スキルは味方全防御力を3倍にする。防御力アップって言ったらアモンとかか。これ、あいつもダブル S マイナスだったのかな。まあ、こんな感じですね。はい。ぜひとも引いておきたい。ちょっと 3D キャラ見よう。RE モーションあるよね。悪く思わないでくださいね。でかいな。こんなでかい。こいつね、スキル打つとき確かね、バチバチバチってなるよね。アニメっぽく。悪く思わないでくださいね。結構細部まで、3D モデル作り込まれてるな。カニ見て。なんか、ウルトラマンのキャラのこういうやついなかったっけ、悪もんで。まあいいや、とりあえず最終ステップまで引いていくか。まあ途中で出てくれればそれで終わってもいいな。どうせ促進剤あるし、促進剤ももう月100個ぐらいは普通に溜まるんで。まあ、別にいいんじゃないかな。一体出れば途中でやめても。ただフェスはね、最終ステップまで回した方が得だし、回すか。フェスはいっぱい SSR 出てくれるからね。まあ、フェスのキャラは月1回、また今を逃しても来月引けるかもって可能性があるけど、スペシャルガシャは、まあその時ピックアップされないと、また1年後になるやら、半年後になるやらわかんねえから、まあその時出たら引いておきたいが、スペシャルガシャは過去のスペシャル限定のキャラが出ないっていう。なかなかこう、うまく作り込まれた、この石をね、消費せざるを得ない、このうまく作り込まれたガシャローテーションなんですけど。
最近はスペシャルも月1回、おい待て SSR が出ねえ、月1回来てくれてるし、石の消費量も多いが、その分石も手に入ってるから、まあそんなもんじゃないかなと思います。まあ派遣がね大事になってきたし、派遣がなぜかこの2ステップ3ステップで確定じゃなくて、なぜか 50% っていう、あの当たらなく なってるんで、そこら辺ちょっとあれですね、石の消費量が上がってしまいますね。なんで派遣を 50% にしたんだろうか。派遣の仕様が変わってからだよね、多分あの仕様にしだしたの。グールか。まあこれは多分フェスゲンでも何でもないだろうな。ここってフェスゲンじゃなくて普通の SSR 一体確定の枠だったと思うんで、まあ RC ポイントの肥やしになってもらいましょう。 RC ポイントももう何ヶ月先分までは溜まってるんでまあそんなに焦って売る必要はないんだけど、ただボックス圧迫されるのかな。派遣を置いとかなきゃいけなくなったっていうところで、ボックスがすげえ圧迫されるからな、売らざるを得ないわ。あ、ここ確定枠じゃないよね確か。ボックスも石砕いて、あ、拡張してるんだけど、まあ、なかなかね追いつかない。1個で5枠だっけな、この前10個砕いて。おっと、君に会えた今日感謝。うわ、これマジで嬉しいんやか。俺フェスゲンコンプしたいんですよ。だからこれからもう月1回フェスゲンは1体絶対確保しようかなと思ってるんですけど、これでまた1個枠は埋まったな。あの、あと引かなきゃいけないのは松前と、あ、あれか、黒犬か、ブラックドーベルの入見さんですね。あの2体だけだと思うんだけどな、持ってねえの確か。うん、確かその2体だと思うんだけど。さあ次、1体フェスゲン確定枠かな。ここで入見さんを引いておきたい。フェスゲンコンプしてんな。フェス、いや、コンプできる可能性があるとしたらフェスゲンなんだよな。スペシャルガシャなんてめったに来ねえからさ。この前あれだわ、あれ来てたけど今も来てんのかな。袋店長と、あの黒いわしの原コンビが、あの新た来てるね、暴走新た来てる。なるほど、ムカデか。なんか今ちょっと一瞬ムカデ来るような気がした。この前ムカデ使ったしな、なんか。おっと、これ一旦ボックス整理するか。一瞬ムカデが来る気がしたんだよな。じゃあステップ6引いていくか。やっと結構炎タイプで強いフェスゲンが実装された。他にいたっけな。ハイルは炎タイプだって分かってんだけど、他にいたっけな。炎タイプ、あんま思いつかない。スペシャルだと、トリデアモンとか、誰がいたっけ。フクロウ店長も火だったけな。さあこれ重装1体確定枠ですね。まあ、最近ほんと確定まで引かなきゃ出ないね。まあそれが普通なんだけど、天井が設けられているだけ幸せを感じないといけないわ。おっと、まあ、このグールで入見さんが来てくれるんじゃないか。初手入見さんからのアモン金木8。おっ、リセか。悪く思わないでください。はい、ということで、とりあえず重装1体確定したんで、こっからがっつり強化していきましょう。多分武器強化素材も闘争やってるし、全然足りてると思いますね。今回闘争なんか珍しく時間がちょっとあったんで、メンテナンス終了前になんとかこう21位になってコイン900枚をもらおうとね頑張ってたんですけど、まあなんかその21付近の人がなかなか早くてね追いつけなかったっすね。多分23、4ぐらいで終わっちゃったと思うんだけど、なんとかあるじゃないですか、21だけこう900コインもらえる、他はこう600とかなんだけど、そこだけ300コイン多いみたいな。ああ、そうな。今回あれだっけ、初心者実績みたいなのが実装されて、SSR の、ウイさんが手に入るみたいな、そういうキャンペーンを今やってるな。あの実績は累計じゃなくて、あれかい。その、今のキャンペーンが始まってから達成した、あれになるのかな。なんか俺、ログインして、メンテナンスが終わってログインした瞬間にその報酬がもらえるのかと思ったら、
まあもらえなかったから多分今からなんだろうな。で武器強化マックスまで行きましたね。で最後とどめの促進剤128個ですね。何巻使ったな、この前20個何巻使ったな、なんだろう、派遣キャラかな。はい、効率よくいきますよ。レベル5まで強化ですね。イエス、これで、フル強化新たジョーカー鈴谷重造の完成です。はい、まあ多分これみんな引くと思うんで、また動画にしてね、3人並べて使いたいなあ思います。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。